では右手で福さんを、福さん一番赤いのがね、こちら福さんになりますけれども、左手胸元を押さえます。福さんのおかずに小福さ開始というものが入っておりますので、福さだけ取り出しますね。福さ少し出しまして、親指外側にして、そして左手のひら、あ、開始と他のちょっとお道具をお見せしますかね。かと言いますと、今言いましたこの福さ赤いですね、私たち赤いのとか、まあ、皆さん、赤とか、オレンジ色とかをお持ちなんですけれども、福さ、そして小福さ、正方形になっています。小福さ、そしてお返し、お返しの中には用事が入っております。はい、そして用事の、返しのですね、真ん中に用事を入れますね。で、右が輪になるように返ししましたら、その上に小福さですね、小福さ、よくこの4辺見ていただくと、縫い目が3辺ありまして、一つだけ縫い目のない輪があるんですね。このことを輪さって言います。で、輪さが右に来るように正方形広げていただいて、これを左側にパタンとします。そうするともう一つ輪さが右側にできるんですけど、この輪さを持って返しの上に重ねる、輪さと輪さを重ねる感じになります。そして、福さはですね、とりあえずお店で買った通りに持っていただいて、そして輪さをやはり右に来るようにしていただいて、小福さの上に乗せてみてくださいね。全部輪さが右側に来ています。それを大きく親指と人差し指でホールド、親指見せながら懐中、はい、これが懐に入れる入れ方になります。それではこの福さだけ取り出して、そして腰につってみたいと思います。左手少し胸元を扱います。他の小道具が出ないように、右手で少し返しを、相手が福さ出しましたら、親指見せながら左手のひらの上、そして左手のひらの上で本を開くようにこのように開きます。で、右上の1枚だけペロペロペロってあるんですけれど、これの対角線、人差し指がしっかり 5センチくらい入るようにですね、右上の対角線に人差し指、右手の人差し指入れます。で、親指その上挟みます。そうしましたら、左手の親指と人差し指で右手の人差し指をくるむようにして、体の中央で三角にします。手の甲と甲を合わせて、手の甲と甲を合わせましたらば、右手がそのまま左手、右手の上から覆って、右手で形を整えて、はい、そして左手はももの上、右手だけで左のバストのちょうど下あたりの帯につけますね。これが帯の付け方になりますね。はい、それでは、この服装をさばいてみて、お道具を清めてみたいと思います。今日はお夏目を清めて、お茶杓を清めて、そしてお茶碗。それではお夏目を清めてみますね。お夏目ね、ちょっと今とくれもしょうがないな。今日は清めるのに集中します。はい、左手で、この先ほど左の腰につけました帯をですね、覆います。人差し、左手の人差し指のこの線と福さのこの縦の線が平行になるように、このように上から覆いまして、内側にふわっと2つ折り、胸前ふわっとこのまま持ってきましたら、2つ三角が並んでるんですね。1、2、ちょっと見づらいですか、2つね、三角が並んでいます。この上の三角だけしっかりと親指がこの上線に平行になるように取ります。左手が後ろから、左手の親指、右手の親指とドッキングして、左手の人差し指、右手の人差し指とドッキング、はい、しましたらば、体の中央ですーっと三角形の上の辺をなぞりまして、体の中央で三角になります。こういう状態に体の前になって、左手の3本指が表に来ます。左手の3本指が表に来ましたら、左方の中央あたりで福さが縦になります。これが左手の動きだけやると、左手こういう動きになります。右手がこのまま縦になります。そうするとこういう動きになります、ね。もう一回三角で。三角にしまして、左手3本指が表に出ました。左手はこういう動きになりますね。こういう動きになりますね。こういう動きをしながら、右手が上、
左ももの中あたりで膝が縦になります。そうしましたら左手のこの持っているのをパラリと落としますね。こういうふうにするのと同時にここで後ろから親指で挟みます。挟んだらこれを離します。いきますよ。左手3本の表に出ました。膝が縦になりました。親指でロックができましたら人差し指も離してパラリ、パラリできましたら右手の方にスーッと上がります。今この方にスーッと上がりました。スーッと上がりましたらここ、3本指、人差し指、中指、小指、中指、中指、薬指、小指で折り込んだら親指で同じしロックします。ロックができたら他の指離して広げます。そして体のじゃなくて腹座の中央まで下ろします。このように下ろします。下ろしましたら体の中央で腹座を水平にします。水平にして右手の人差し1本指で中頃スーッと一文字描くように結ぶ向こう側で、今左手の親指が真ん中に入っていて向こう側に4本指ですね、人差し指スーッとなぞって向こう側しましたらここで初めて左手抜きます。スーッと抜いてそして左側の端っこを上からつくようにして折ります。そうしますと右手4本指がこの中に入ってます。入ってます。人差し指だけ残して中指、薬指、小指は外側、そしたら左手離します。その左手で親爪胴の横から取りに行ってここで人差し指を離して向こう側、そして蓋を拭きますね。蓋、この字にひらがなの子ですね。どこで拭くかというと腹鎖のここの面で拭きますよ。腹鎖を縦にしてひらがなのこの字丸、そして今度は真横にします。今度はこういうふうに拭きます。そのまま手のひらを押さえて潰します。腹鎖潰して向こう手前と引いてここで初めて親指開いてもう半分アルファのように拭き切って、腹鎖は右ももに浮かしておきます。そして親爪、それぞれの点座ですね、お手前によって変わりますので、とりあえず横に置きました。今日は割り稽古ですので、そうしましたら右手に持っている腹鎖左手のひらに渡します。そうするとまた2つ三角が見えます。上の三角取ります。親指の上線と腹鎖の上線がしっかりと平行になるように取りましたら、左手の親指、右手の親指とロッキング、左手の人差し指、右手の人差し指とこのようにロッキングしまして、体の中央で上線スーッとなぞって三角にします。もう一度さばきますね。左手3本指が表側来まして、そして左手はこういう動きしますね。こういう動きして親指でロックしますね。はい、それと同時に右手は縦にしますね。はい、いきますよ。三角形作って左手3本指表側、そしてロッキング、左のももの中あたりで腹鎖が立ってですね、右肘の角度が直角、そして親指でこれロックができましたらば人差し指向こう側を離します。親指でロックができましたらば人差し指離してパラリ、右手の近くまでスーッと指が進みまして、そして向こう側を折り込みます。折り込んで親指でロック、ロックができたら他の指離してから、腹鎖の中央までその親指ロックのまま下げまして、体の中央で水平にします。右手の人差し指スーッと一文字描いて後ろに倒して、ここで左手スッと抜いて、そしたら左手真横にこのようにお体の横に平行にします。お膝の線と平行です。その上に腹鎖を置きます。右手お茶尺取りまして、くるりと上向けてお茶尺がその腹鎖の中央、腹鎖がパタンと2つ折り、はい、そうしましたら今節、竹の節が真ん中にあるんですね。節の下のところで一回シュッと締めます。一回ちょっとですね、キュッと引き締める。キュッと引き締めたら、節のところでふわっと浮かせて、もう一回シュッとします。そして向こう、貝先って、くるんと回ったところ、貝先って言うんですね。貝先のところ、くるんと回りましたらば、今度は側面。側面を拭きますので、側面拭きながら右手のところまで帰ってきて、で側面拭きながらまた、貝先まで行って、そうしましたら
上下にしてまたシュッと絞ってふわっと力抜いてシュッと絞ってまたふわっと力抜いて動いてシュッと絞って吹き切って腹鎖が左もものでしておきます。右手のジャジャクはおなつめの蓋の上中央あたり。皆様こんにちは。いつも私どもの動画をご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日は私どもの割り言語の講座のご案内でございます。私ども投資言語の他に割り言語のお稽古も Zoom で放送しております。割り言語のコース2コースございます。一つが入門者初心者用のコース、そしてもう一つが中級者上級者用のコースとなっております。開催曜日は入門初級者コースが火曜木曜土曜の夕方4時半から5時までの30分です。中級上級コースは月曜木曜の夜8時から8時半までやはり30分となっております。こちらの割り稽古のコース、投資稽古と異なりまして非常に細かいところからお伝えしております。割り稽古の入門者のコースは本日も開催いたしましたけれども本略からしております。そして複鎖の扱い方、懐中していた複鎖を腰に吊る時の吊り方、そしてそのさばき方からお道具の清め方、また基本的なお客様の作法などお伝えしております。中級上級になりますと少しレベルアップしまして、複鎖のさばき方、芯のさばき方ですとか、あとは柄杓の構え方ですとかになっております。なかなか投資稽古では質問もしづらいかと思いますので、こちらの割り稽古にていろいろ質問もお答えしております。こちらの割り稽古のコース、基本コース6000円をお支払いいただきましたらば、そちらの中でご自由にご覧いただけます。詳しくは説明欄、または私どものホームページをご覧くださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。